私はキコ。現在 SNS を利用していろんな活動をしています。 SNS を活用し始めたのは高校生の時で、もともと美容に興味があったことで、メイクした顔を載せたり、服やご飯の画像も過去載せてきました。気づくとフォロワーは増え、今ではいろんな企業から自社商品を紹介してほしいなどの案件も絶え間なく来るようになり、高校卒業後は芸能事務所のスカウトを受けるほどにまで成長しました。今日もお疲れ様。この後ご飯でもどう？現在は父の知り合いでもあり、芸能事務所の社長の下で SNS を主としたモデル業をさせてもらい、今日も宣伝での撮影を終えたところで、日はもう暗くなっており、一緒に来ていた社長が私に話しかけてきました。ぜひ。社長は私が小さい頃からお世話になっているということもあり、私も気さくに接することができるので、本当にありがたい環境下でお仕事をさせてもらっています。私と社長はそのままスタジオから出ると、社長が通っているお寿司屋さんに向かいました。そこは駅から少し離れた路地裏にあるのですが、外観からとても高級感のあふれるところです。高いんじゃないですか？社長がお寿司屋さんの戸を開ける前に私が恐る恐る聞くと、満面の笑みで社長は大丈夫と答えると、そのまま中に入りました。やはり外観に伴い中もとても綺麗で、私が過去行ったことのある回るお寿司屋さんとは全く違う雰囲気が私の目に飛び込んできます。カウンター前には男性が3人ほどおり、中に入ったと同時に着物に身を包んだ綺麗な女性が社長を見て目を輝かせました。おかみさん、お久しぶり。笑顔で寄ってきた女性に社長も笑顔で返します。そのままおかみと呼ばれる女性に案内され、私たちはカウンターに腰掛けました。すぐに少し怖そうな年配男性が社長の前に来ると、私のことをなめるように見た後に社長に笑顔を向けます。いらっしゃい社長、今日はまた可愛い子を連れてますね。笑顔を向ける男性はどうやらこの寿司屋の大将らしく、社長ともそれなりに仲がいいらしいのですが、社長にはこうやって明るく私のことを言ってはいるものの、先ほどの私を見る目にあまりいい印象は持ちませんでした。そうなの、可愛いでしょ。この子はつい最近入ったモデルの子で、これから売っていくのよ。しかし社長は先ほどの大将の目に気づいていないのか、嬉しそうに私のことを紹介してくれます。へえ、そうかい。口元は笑っているけれど、大将の目はまるで虫けらでも見ているかのようで、この目には私も少し気まずい気持ちになりました。それからはずっと社長と大将が会話をしており、私は社長が頼んでできた寿司を食べるだけ。時折おかみさんが忙しい合間を縫って私に話しかけてくれましたが、楽しい時間とはほど遠いものでした。結局その日は2時間くらいそのお寿司屋さんにおり、すべて社長のおごり。最後にはおかみさんに笑顔で見送られ、大将の態度は気になったものの、少しいい気持ちで帰路に着くことができました。まあ次に行くとしても社長と一緒の時くらいだろうと思っていたのですが、それから数ヶ月後、社長抜きで行く機会がありました。それは私が両親の還暦祝いをするために母に何がいいか聞いた時のことです。お母さん、何でも言って。お父さんもお母さんに任せるって。台所に向かって食器を洗う母に私が問うと、母は少し首をかしげました。何もいらないんだけどな。苦笑いを見せる母はいつもこうです。誕生日プレゼントや母の日、こういう祝い事で私が何かをすると言うと、無駄遣いはやめろと言ってきます。今はそれなりに自分で稼いでいるし、
このように形に残して恩返しがしたいと散々言っているのですが、母には欲がないのかはっきり言ってくれません。私がしたくて言ってるんだし、そこは素直に答えてほしいんだけど。最終的にはあまり言わない母に、私がムスッとして言うと、母も仕方なくという感じでやっと答えてくれることがほとんどです。そうね、そうだ、ずっと行ってみたかったお寿司屋さんがあるんだけど。どこ？駅前から少し裏路地に入ったお寿司屋さん、知らない？それを聞いた時、一瞬社長と言ったあの高級寿司店を思い出しました。母は嬉しそうに言いますが、私の顔は引きつります。結構有名なのよ。高いからなかなか行けないと思っていたんだけど、いい？母は首をかしげ、可愛くお願いをしてきますが、還暦間近の女性がそれをしても全く可愛くありません。正直、社長抜きで行くのは気が引けたのですが、あのおかみさんの雰囲気を思うに、面倒なのは大将だけ。私は母が行きたいと言うならば、それに従うまでなので、不安はあったものの了承することにしました。そうと決まれば早いもので、早速翌日にネットで電話番号を検索し、携帯で連絡しました。まだ営業時間外との記載があったので、つながるか少し心配だったものの、電話越しから、はい、菅寿司店です。と、若い女性の声が聞こえます。あー、すみません。少し先なのですが、予約はできますか？電話に出た人が大将ではないことにほっとしつつ、恐る恐る確認をしてみました。電話越しの女性はとても明るい声で、予約を取れると答えると、数ヶ月後の母の誕生日に合わせて、3人で予約をお願いしました。女性も心よく受け入れてくれて、私も一安心して当日を待ちました。当日は高級寿司屋ということもあり、私たちはおしゃれをして、あのお寿司屋さんに向かいました。お店の前に着くと、母はとても嬉しそうでしたが、父もそんな母を見て嬉しそうにしています。私はそんな二人を気にすることはなく、入り口の扉を開けて中に入りました。中に入ると、真っ先に大将の顔がこちらを向きます。目が合ったと思った瞬間、大将の目つきは険しくなり、すぐにこちらへ向かってきました。何かご用でしょうか？笑ってこちらに通ってきましたが、目が笑っていません。この間同様、私のことを迷惑そうに感じている、そう思いました。あの、今日予約した笹野なんですけど。私は気づかないふりをして、大将に予約のことを伝えると、大将の表情はこわばり、私の後ろに立つ両親にも目を向けた後、私たちを追い出すように外へ押し出しました。私は最初何をされたのかわからず、押されるまま外に出ると、大将に目を向けます。お客様、大変申し訳ございませんが、本日は満席なんですよ。大将は自分の手をスリスリとこすりながら、私と両親を交互に見続けてはニヤニヤしていましたが、明らかに大将の顔は、迷惑の二文字が見えていました。え？でも予約したんですけど。しかし私はそんな大将の顔に気づきつつも、何かを言えるほど度胸もないので、なるべく下手に出てうまくやり過ごそうとしたのですが、引き下がらない私にイラついたのか、大将の口から舌打ちが聞こえました。まさか日本で経営者であろう人が客に舌打ちをすることがあるのかと耳を疑い、私は目を丸くして大将を見ました。お客さん、お金持ってないでしょう。私と目が合うと、大将は私をなめるように見て鼻で笑ってきました。最初は言っている意味がわからず、思考が止まってしまいましたが、すぐに大将の言っている意味を理解しました。え、お金持っていないと入れないんですか？だってうちは高級寿司屋ですよ。
そこそこの裕福な方じゃないと無理ですよ。食べるだけ食べて払えないと言われても困るので。確かに以前社長と来た時、お店の中にいたのは裕福そうな人ばかりで、メニューも値段は書いていませんでした。しかし私もそこまで無知ということはありません。しっかりと情報収集もして、恥ずかしいけど社長にもおおよそいくら持っていけばいいのかなど金額面は確認しています。無銭飲食なんてしませんよ。しっかりお金も持ってきています。さすがに私も大将の言い方には苛立ってしまい、声が大きくなります。それに慌てて母が止めに入りました。キコ、いいわ、別のお店にしましょう。そうそう、本日は満席なので、貧乏人はお帰りください。母の言葉に続いて、大将もニヤニヤしたまま行ってきました。さすがにこんなことまで言われ、黙っている私ではありません。私はいくら有名だろうと、こんな偏見や見た目で客を選ぶような大将の店など、貶めてやるという黒い感情が生まれ、すぐに携帯を取り出します。あなたの態度でよくわかりました。この店、潰しますね。私はすぐに携帯を操作し始めると、大将は何をするのかわかっていないのか、ニヤニヤした表情を変えることなく、携帯を覗いてきました。あんたみたいな貧乏そうな嬢ちゃんに何ができるんだよ。あれか。今をときめく SNS とか使って、うちの悪口でも書こうってか。そんな、たかが、一般の嬢ちゃんが書いたところで、何の影響もないさ。かすり傷にもならねえ。あはは、と、大口を開けて笑う大将ですが、母は、私が操作し続ける動作を見て、おろおろとしています。父は何も言わず、じっと私たちを後ろから見ているだけで、特に何も言いません。ちょっとお父さん、店放って何をして。あ、もう少しで店の名前を含め SNS に投稿しようとした時、もう一人女の子が店から出てきました。私は手を止め、そちらに目を向けると女の子もこっちを見ています。え、もしかしてキコさんですか。あ、ファンなんです。女の子は大将を押しのけると私の前に来て握手を求めてきたので、私もそれに圧倒され、携帯から手を離すと女の子の手に自分の手を重ねます。女の子は目をキラキラさせて嬉しそうに笑うと、ポケットから自分の携帯を取り出し、私の SNS のプロフィールを出してきました。ほら、フォローしてるんですよ。私の友達もみんな参考にしています。キコさんが行ったお店は全部制覇しました。彼女は相当テンションが上がっているようで、息継ぎを忘れているのではと思うほど声を大きくして、悲鳴に近い声で喋り続けています。その声に私は予約の時に電話越しで対応してくれた女の人だと気づき、少しほっとしました。嬉しい、ありがとう。あなたは愛ちゃんっていうのね。私もフォローしておくね。私は愛ちゃんのおかげで大将のことを忘れ、なんだか嬉しい気持ちになりました。おいおい、なんだそいつは、知り合いか。しかしそれも大将の言葉で、すぐに現実に引き戻されます。大将は愛ちゃんが私に寄ったことが気に入らなかったのか、表情は鬼のよう。愛ちゃんも振り向き、大将に目を向けますが、その目は至って冷静で、大将に怯えるような感じはありません。はあ？お父さんは本当にこういうの疎いよね。キコさんは今若い世代でとっても人気のあるインフルエンサーなんだよ。愛ちゃんはまるで自慢げに私のことをたくさん大将に話してくれました。私が今、SNS を使う若い人の間で知らない人はいないということや、
インフルエンサーとして活躍しているため、かなりの影響力を持つということ。正直、私自身はそこまで思ってはおらず、愛ちゃんが放つ言葉一つ一つがとても大げさなように聞こえましたが、そう思ってくれていることがとても嬉しく感じました。だから、例えばキコさんが、お父さんみたいな人がこの店にいるっていうだけで、もうここ、潰れるよ。あまりよく理解していないのか、大将の頭の上には、ハテナが見えるような表情でしたが、愛ちゃんが不敵な笑みを浮かべると、最後のとどめかのように大将に言い放ちました。それは、先ほどの私と大将のやりとりを聞いていたのか、と思うような言い草です。そんな、小娘の言葉一つで潰れるようなうちじゃない！しかし大将も売り言葉に買い言葉なのか、愛ちゃんの言葉に顔を真っ赤にさせ大声を出します。私のことで親子喧嘩が始まるのかと思い、ハラハラしていると、愛ちゃんがまたしても不敵な笑みを浮かべ、私の父に目を向けました。お父さん、知らないの？キコさんのお父さんのこと。その言葉に父も驚いた表情を見せ、私を見ます。キコさんのお父さん、日本のミシュラン調査員って噂もあるんだよ。それに、お母さんは社長夫人たちを牛耳ってるって噂もあるし。ニヤニヤしている愛ちゃんの言葉は止まりません。ちょっと、私はただの専業主婦ですよ。愛ちゃんの言葉に、母は慌てて訂正しますが、私は何も言えず苦笑いを見せました。父もミシュラン調査員って、と小さな声で困ったような表情で笑っています。実は父はミシュラン調査員とかではありませんが、有名料理番組を務めるプロデューサーであり、高級料亭から若者たちが行きやすいリーズナブルなお店の紹介まで幅広く手掛けている作家もしています。忙しい傍らよくやるなとは思いますが、愛ちゃんの言っていることは半ば事実。そして母はそんな父のおかげなのか、顔が広くいろんな社長夫人たちから美味しいご飯屋さんを紹介したり、時折家に招いてはお茶会をしたりと、とても楽しく主婦業をしています。牛耳っているというと聞こえは悪いですが、中心人物であるということは間違いないでしょう。特に私は、それを周囲に言ったことはないけれど、さすがに顔が知れている二人なので、必然的に私のフォロワーさんにもバレていたようです。愛ちゃんの言葉を聞いた大将は、多くの情報に最初は理解していなかったようですが、自身の頭の中でまとまってきたのか、みるみるうちに顔色が青くなっていきました。大変失礼しました。お席を用意しますので、どうぞ。大将は少し震えた様子で店の戸を開け、私に引きつった笑いを見せます。もういいです。愛ちゃん、またね。しかし、私たちにもプライドというものがあり、大将が状況を理解して手のひら返しをしてきても、先ほどの言葉を許すほど寛大な心は持ち合わせていません。愛ちゃんに笑いかけると、愛ちゃんは少し残念そうな表情を見せていましたが、その後に大将にぎっと目を向けました。お母さんに言うからね。ろくに寿司も握れないくせに、一丁前に大将を名乗って、しかもこんな問題を起こして。私たちの去り際にそう大声を上げていましたが、私にももう関係のないことなので、私たちはその日別のお店へと足を運びました。正直、あのお寿司屋さんのことを SNS にあげようという思いは少なからずありましたが、母や父がどんなことで訴えられるかわからないし、大ごとにすることでもないと言い、私も愛ちゃんやおかみさんの顔が浮かび、さすがにあげることはできませんでした。後日、愛ちゃんから DM が届き内容を見たのですが、大将は私が SNS にあげる必要もないほどの痛い目を見たようです。どうやら、愛ちゃんが私たちの帰り際に言っていた、ろくにお寿司も握れないというのは本当らしく、あのお寿司屋さんは、おかみさんのおじいさんが当初経営していたようです。しかし、
おかみさんのお父さんは継ぐことはなく、おかみさんの旦那さんとなった大将が引き継ぐことになったようですが、どれだけ修行を積んでもまともに握れず、仕方なくおじいさんの弟子だった人たちが握り続けてくれたとのこと。そのため大将はお店の人たちには頭が上がらないようで、特におかみさんには相当弱いらしく、かなり怒られ、最終的には店の評判を悪くする人はいらないと離婚にまでなったとのことでした。これは私のせいとかではなく、ずっとおかみさんも愛ちゃんも、寿司を握ってくれている職人さんたちも、大将の客への態度には頭を悩ませていたようで、私が関わったことは一つの引き金でしかなかったとのことでした。大将、キコちゃんを見るとき、本当に嫌な目してたもんね。ちょうど事務所にいたときに愛ちゃんから連絡があったので、社長に話していたとき、社長も初めて行った日のことを覚えていたようで、苦笑いを浮かべて行ってきました。実はあの後、おかみさんから連絡があって、ずっと平謝りしていたのよ。私もおかみさんが好きだから、大将のことは多めに見てきたんだけど、他の人にはさすがにおすすめできなくてさ。でも、大将もいなくなったなら、これから勧められるわね。社長は嬉しそうに言うと、早速誰かに連絡を入れ始め、今日一緒に行こうと言っていました。私も、これで心置きなく、あのお寿司屋さんのことを SNS に上げることができます。もちろん、いい意味で。